跳ね返して高萩、その高萩がもらう、高萩のシュート、打ったか、クロスバーに救われました浦和。その後遠藤ですかね、はい、ちょっと西川はこれ触ったんですかね、触ってはない、はい、決まっていればファインゴール、触ってはいなかったですね、はい、